張料理の盛り上がチャンネルで、今回は、なんて言えばいいですか、ケチャップライス、ケチャップライスを作って、気持ちが起こればオムライスにします。はい、ではまず点火します。そしてセンサー解除します。まあ、いつものごとくこんな感じで、ひとまずここで、オリーブオイルを小さじ2、まあ、実質 10cc ぐらいですかね。はい、これを入れます。そしてそして、もう温まったっすかね。はい、じゃあここで、ひとまず玉ねぎを投入します。まあ、この玉ねぎを、グラム数、約80グラムぐらいですかね。まあ、さっきのじゃねえな。まあ、別で作ったハンバーグと同じぐらい。ちょっとこれで炒めてみます。今、ちょっと火力が強いんで弱火にしてます。で、そこに、はい。はい、そしたらですね、はい、ここに、バターを 10g 入れます。そしてまたこのバターが入れたバターでですね、火力は中火ぐらいにしてますね。はい、これでバター取りました。したらちょっとすいません、グラム出せないけど残ってたパプリカ、これを入れます。まあ、あとちょっとアスパラの木のあたりとかね、すいません余りもんで、はい、ここで溶けましたので、米をですね、約200ぐらい、200、あ、300いっときます。300、約300です。はい、そしたらここで全開です。前のチャーハンと同じ時のようにほぐしながら入れ込め、今、米じゃねえや、塩、ちょっと出ねえな、塩10振り、はい、そしてこう同じように米をですねほぐしていきます。ほぐしてちょっとね、油脂が少なかったから、あとこれテフロンがねだんだん限界を迎えてるんですけど、まあそれでもう米は基本温まってるんで、ここにです。ケチャップ、これを、ポイントはここに、中央。それと、実は、前に残ったミートソースのソース。もうこれで、ここで、ちょっとこう、水分を飛ばすというか、真ん中で水分を、ちょっと飛ばしてから、お米全体を煽っていくと、もうテフロンはね、新しい方が楽ですね。これはもう見てください、これ、テフロンは新しい方が楽です。もうここがくっついてくるとね、もうこういう時は一回止めるといいんですよ。一回火を止めるとですね、このつき具合が少し、新しいやつが楽ですよ。見てください、これね。はい、これで、ちょっと味見をします。
うん、ちょっとだけ塩振りますね。 1,2,3,4,5 と振りたいんですけどちょっと詰まっちゃってます。うん、はい、当たります当たります。はい、じゃあもう一回味見よう。うん、はい、もうこれでいいでしょう。まあちょっと米自体の塩味はちょっと少ないんですけど、まあ後でさっきのソースかけたりとか、まあ、ケチャップかけたりもするんで、そこでまあ調整してもらえればと思います。はい、今回は前のですね、スクランブルエッグ、スクランブルエッグと同じパターンでいきますんで、スクランブルエッグの動画があるんですよ。まあそれと同じパターンで、はい、生クリーム大さじ1、はい、そしてバター 10g、 そして塩5振りといきたいんだけど、さっきからちょっと1,2,3,4,5、おっ、6、うん、ちょっとねだんだん湿気が出てきたね。よし、そしたらこれで、あ、今ちょっと火力が強かったんでね、しちゃいましたけど、バターがこれで溶けたら入れます。はい、溶けました。おにゃー、はい、でまた白身を先に、はい、ここで消します。火を黄色と、はい、今日はちょっと早めに揚げてるのは、ちょっとねご飯の上に乗せたりなんだりタイムラグがあるから、ちょっとここで止めときます。これがスクランブルだと調整可能なんですよ。はい、これでちょっと差し替えます。はい、そしてですね、今度は先ほどのこれですね、先ほどのこの金のビーフカレーと、あ、違う、金のビーフシチューと、おうち食品のカレーを合わせたソースと、トマトソースとが入ったこの、ミートソースになっちゃった時の余りのソースを、ここでちょっと購入します。はい、ちょこっとだけですね、ちょこっと。あ、すごいね。ちょこっと投入します。何がすごいかって、いかに余りもんかっていうね、パスタが。うん。ここに、ケチャップ、ちょっと入れます。半々ですね。そして、ちょっとですね、これ多分濃度が濃いと思うんで、少々お水、何 cc だろう ?20 cc ぐらい。はい。これで温めていきます。はい。これでもう温まれば、ソースは OK です。はい。じゃあ、こんな感じですね。まあ、あとはこれを盛り付けます。はい、では、これから盛り付けていきます。まず、先ほどの卵がまだこんな状態なんで、これをさっと温めていきますね。で、ソースの方も温めていきます。今、同時進行で。卵は火を止めました。余熱で入っていっちゃうんでね、卵は、まあ、今日は卵2個使いました。2個来ましたね、さっきね。はい、こんな感じですね。こんな感じです。これをとろりと、こんな感じでかけていきます。そして、今ソース温めてますよ。そうですね。ソース温めてます。はい、ソース温まりました。こんな感じで温まりました。これをですね、うわ、ジュワジュワ。
上に。またいつもの、はい、生クリーム、生クリーム、はい、そしてパセリ、パセリ塗ります。そしてここをちょっと拭いて、これでスクランブルのオムライス完成です。食タイムです。まあ今回はこんな完成状態ですね。そしてこんな感じです。はい、ではいただきます。うん、やっぱご飯あれぐらいあっさりちょうどよかったですね。ソースがそれなりにかかるし、まあ、卵にも塩が少し下味入ってるし、うん、あーって感じですね。うん、もうこのスクランブルの一体感ありますよね、米との。まあビジュアル的にはこうなってやつの方がいいかもしれないけど、お味の一体感はやっぱりこっちの方がいいかな。うん、まあうまいでしょまあやっぱあの金のビーフシチューとカレーとおうち食品のあれとトマトソースでこの合わせた、まあいわゆるミートソース的なお味、まあそれだけだとちょっと大人な感じになるから、そこにそのケチャップ、まあケチャップだけだとね、まあ悪くはないけど、まあ、ケチャップだけでもそれでミックスの方がね、やっぱりなんか味に深みがありますね。まあ、とりあえずは直接私が作ったというよりも、某コンビニ売ってる商品で組み合わせて作っただけなので、どこでもできると思います。ぜひ、お試しください。それでは。